坂路の松し日坂路の松し日付近の景色坂路の松し日の市坂路の松とは今の大阪府大阪市福島区福島付近にあったとされる追松のことである。源平合戦においてこの追松の下で源義経と梶原景時が論争したことで知られる。平安時代末期の元略2年、樹英4年2月、源頼朝から平決伊藤の命を受けた。 源義経が摂津国の港渡辺津に軍を集めた。平家物語によれば、源義経と戦奉行の梶原景時がこの地の大きな松の下で軍議の表情を行った。景時は船のへ先にも矢倉をつけて、どの方向へもたやすく展開できるようにしたいと、進言した。それに対して義経は、 はじめから逃げることを考えては、縁起が悪いと影時の意見を退りけたと言われる。2月16日、暴風雨のために影時は、出港を見合わせようとするが、吉常はわずかこそ150機で暴風雨をついて出港する。吉常の兵団は、通常3日の航路を6時間ほどで、阿波国勝浦に到着し、平家の軍がいた八島を吸収した。坂路の松が、 マンションドミール道島の敷地内にある。石碑には第二次世界大戦の空襲で焼けた痕跡が残っている。追松は枯れて現在はその痕跡をとどめていない。ありがとうございます。